2024年1月3日本日のお出かけ、毎度おなじみ日記動画でございます。まずは地元の銀行に行きます。到着です。庄内銀行は丸菱支店で入金します。自己紹介が遅れました。本日のナレーションは私アイエルターンでございます。積もるほど降らないかもですね。そうしてる間にコインランドリーに到着です。今日もこちらのコインランドリーで洗濯物を乾燥です。乾燥が終わるまでの間、蔦屋酒田店に向かいます。展開してないので大丈夫。昨日蔦屋から返却案内メール来ましたしね。料金はもう支払いたくないですからね。話変わりますが、おとといの能登半島地震と昨日の日本航空機と海上保安庁飛行機衝突炎上事故は驚きましたね。新年迎えたばかりですけど、あまり良いことないですね。幸先悪い新年って感じです。6年は平和で穏やかな1年になるんでしょうかね。まもなく蔦屋酒田店に到着です。到着です。レンタル CD 返却中。返却と同時にオフィシャルダンディズニーの CD2 枚レンタルしてきました。ちょっと借りたかどうか記憶っていうか、データ入ってなかったようだったので、ちょっと曖昧だったので、以前にレンタルしてればそれはそれで大丈夫。ヒゲダンは歌えませんけど聞くの好きなんです。家帰ってからヒゲダンのデータ入ってないか確認したらちゃんとありました。スマホアプリのバグって感じで認識してなかったようでした。違うアプリを使って認識できるようにしました。違うアプリって言うよりデフォルトのアプリ